カーニコバル級はインド海軍の高速戦闘艇であるガーデンリー地造船所で建造されている。本級は海上における紹介及び救助活動を行うのに費用対効果上優れたプラットフォームになると見られている。本級はインド海軍では初のウォータージェット推進の艦艇である。一番艇カーニコバルと二番艇。 チェトラとは、インド東部方面冷カのチェーン内に拠点を置いている。一番手カーニコバルは、カーニコバル島にちなんで命名された。同系艦も、インドの島名にちなんで命名されている。船体は、空調設備が完備され、モジュール化された、宿泊設備を備え居住性が改善された。三機のマトゥー1 v 四千 m 九十ディーゼルエンジンと三機のハミルトン h m 百十一 ウォータージェットユニットを結合し、8 1 6 0ットの出力を発生させることが可能である。艦首に CRN-91 砲塔を装備している。CRN-91 は、は、バラトエレクトロニクス社により、生産、火器管制装置によって制御されている。他に、1 2 7ト、mm、ル重機関銃を2機装備、している。ありがとうございます。